どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。昨日のロト7について話したいと思います。昨日のロト7は惜しかった。また2つ一致。4回ロト7予想したけど、最低2つは一致してるんよな。全く一致してないっていう回が一回もなくて。だからやり方は間違ってないとは思うねん。少しのズレで当選逃してるだけ。そこがなかなか難しいねんけど。でも、これを継続したらいずれは当選できるんじゃないかな。しかも僕は二口しか予想してなくて、一致させてるから、まあまあ、いいんじゃないかなって思ってて、普通は、五口予想しても、なかなか一致させるのは結構難しい。それをたった二口で予想してるから、それで、全く一致してないっていう回が一回もないから、かなりいいとは思う。ただ、なかなか、四つ一致が難しいな。なかなか合わない。最高が三個か。まあ、とりあえず、頑張って継続してやり続けて、それでロト7、まずは4つ1、そこを目指して頑張りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。